アジの回遊が始まってるようで、周りでサビキの人たちをポツポツ釣り出してますね。くそ、当たりが取れなかった。今ね、さすらいの2人に、ね、先釣られちゃったんで、悔しくて悔しくて先が出まくってます今。釣りに来た。引いてる引いてる、お、引いてる引いてる、引いてますよねこれ。引いてる。やったアジだ、アジだ。バラすなよ、そこでバラすなよ。やった釣れました。アジじゃなくてさ、九千寺だ。引っかかったっぽい。逆だ、逆だ。でもさ、釣れだ、釣れ。小湊、結構シマエビだとかアジがサビキの人だと結構釣れてたんですけど、アジングだとね、ちょっとね難しいかな。アジはねちょろっと出てたみたいなんですけど、シマアジはねちょっとね餌しか食ってないような感じでしたね、今日の感じは。もうちょっとね釣れるかなと思ったんですけど、全然ダメだったんで、ちょっと移動します。ランガンしまくって小湊戻ってきました。皆さんお疲れ気味です。船長が一番お疲れかもしれない。やばいっす、さっき出まくりです。さっき消さないと。じゃあリベンジ行ってきます。切れた。絡んでたな。これジグに変えろってことだな。根こそぎ網入っちゃいました。これはポイントがダメです。ですね、今日はね、11月の26日、金曜日ですね。で、実はね、ちょっと2週間ほど前に小湊湖の方にアジングに行ったんですけども、なんかね、その日はね、何やってもダメダメな日で、普段やらないような失敗ばっかりなんかちょっとやっちゃって、もう足元で取ろうとか、なんかキャスティングで高切れしたりだとか、なんかね、あまりちょっと思うような空回りすぎちゃって、思うような釣りが全然できなくて、で結局足元でバラしたりとか、そういうことばっかりやってるから、キャッチはゼロでした。そんな状態で、すごい非常に悔しくて、今日またちょっとリベンジに小湊、今ちょっと御宿のサーフの方に来てるんですけど、ちょっとあんま波が良くないんでね、ちょっと、くつろいでます。
ちょっとサーフィンしてから夕まずめ小湊港の方に行こうと思ったんですけど、とりあえずもう少し昼過ぎぐらいに小湊港の方向かって夕まずめ狙いでアジングやってみたいと思います。昼はねちょっとね勝浦の宇原漁港の近くに小玉っていうラーメン屋さんがあって、そこでねちょっと勝浦担々麺、これがちょっとかなり癖になるんでそれを食べに行きたいと思います。来ました、担々麺ちょうどいいタイミング。はい、完全ベタ底だね、やっぱり。爪で火星張ってきたから。ベタ底で食ってきた。
調子いいじゃないですか。レンチャン、4レンチャン今ホールで食ってます。味スプ俺も 0.5 にした。あそしたら当たったと思ったな。でも一匹はバラしちゃった。味スプの方がいいかもしれないです。暴れた。今4連チャンだったら5連チャンいくかなと思ったのに行かなかった。さてアジスプです。アジスプ 5g。 わーぶー、こうやってくると面白いですよね。レンチャンです。レンチャン、入れ食いレンチャン、入れ食いレンチャン。よっしゃ、レンチャンです。入れ食いです。あ、バレた。そう、レンチャン記録を更新しようと思ってたね。味が上ずってきましたね。レンチャンだよ、ほんと止まんないわ投げればかかる、投げればかかる。当たんなくなったな。止まっちゃったかな。よっしゃ来た。止まってなかった。レンチャンです。あ、やべ、バレた。バレた。
もうさすがに GoPro きついか、これ映んねえかな。あれ乗らねえな、なんだろう。何やっても食ってくんな、これ。リベンジ成功っすね。リベンジ成功。すごかった。さあ帰りましょう。いっぱい釣れたし。30分ぐらいですかね、試合自体はね。あと23時間かなって、その後は試合が通り過ぎて終わりです。お疲れ様です。楽しかった。